プライトンと超大型契約も、なぜか不満の声が続出。プライトンに所属する三笘薫が契約延長に合意したと地元メディア、ロンドンワールドが4日に伝えた、年俸換算で416万ポンド、約7億5000万円に達する5年契約で、24時間以内に、発表される見通しという。本当に日本人サッカー選手は稼げないな。移籍金派全体的にインフレなのに、年俸ってこんなもんなんだな。あんだけ騒いでてこの程度なんか、なんか寂しいな。三笘派年齢的にここまで、夢派久保に託そう。今まで派南野の7億、が最高だったから、日本人サッカー選手の最高年俸派更新したな。その頃と今じゃ円の価値が違いすぎる。1年目、480万、2年目、2000万から1億5000万、3年目、1億5000万、4年目、1億5000万から7億5000万。三笘の年俸ってこんな水だろ、いいんじゃないの。なのでブライトン年俸ランクに行ってところ。どうせライカには引き抜かれるし、これからまだまだ上がるわな。